宇都宮のカラーから買うの。うわぁ、これ。これのすべての存在が。でこれ多分24時間営業だと。あ、なるほどね。毎週日曜日が6時と11時まで閉まってるということ。うまいね、これやっぱ。あのさ、これちょっと入んなかった。いけるかな。これいいね、ちょっと。すごいね、これ金箔の。これおすすめってあんのかな。おすすめは何やろ、これ一番人気とは書いてるね。あ、じゃあこの辺とか大丈夫かな。全然ガンガン吸ってる。パクみたいな。ニンニクチップス。よろしければ発見ボタンを押してください。あ、じゃあさらにみたいな感じになるよね。あ、どれがいいかな。これとかもいい。よろしければ発見好みの設定に変更できます。チャーシューラーメンにさらえちゃう。よろしければ設定ボタンを押してください。あ、なるほど。発見中です。岡山こんな感じじゃないから。はい、というわけで今日はここ東心斎橋、東心斎橋の寸胴屋に来てます、まあ、岡山にもあるんですけど、こういう感じでタッチパネル式のやつはここ初めてなんですよね。でこれ多分24時間営業だと。あ、なるほどね。毎週日曜日が6時と11時まで閉まってるということで。今回の注文内容はチャーシュー麺にさらにチャーシューを追加、そして味玉とニンニクチップを追加した贅沢なラーメンです。皆さんはどんなのがお好みですか。いきましたね。めっちゃ辛いやつ。辛い。これも辛いけど大丈夫。高田がもうやばい、ちょっとトップウェイクしてもらうつらのカラーから買うの。うわー、これこの世の全ての食材に関心乾杯ちゃうわ。乾杯を込めて、おめでとうございました。全ての食材に乾杯はやばい。いただきます。アルチューニー、アルチューニーしかない。うわ、これ多分一番贅沢な。いただきます。いただきます。ノーズボーイはもう帰ると。パーティーじゃないねんと。レイジ君と飲むっていうからパーティーじゃない。これぞ寸胴屋の濃厚豚骨ラーメン。美味しそう。豚骨スープもドロッと良い感じ。さてさて、いただきましょうかね。結構勝てそうな日やって、俺がめっちゃ強い日やって、それですら。あ、うまいね、これやっぱ。あのさ、なんか仲間な感じなんで、めっちゃ優勝も優しい。優しいよな。あんな感じやけど、そう優しい。
オープン30分だけみたいな。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。見てるんですね。じゃあ合わせます。ごちそうさまでした。よし。あ、なんかいい感じや。電車で寝そう。ナイス、皆さん。これからみんなパーティー。これからみんなパーティー。やばいって、だからですね。じゃあ、ナンバかな、うん、僕、ナンバです。僕は、あの、心斎橋で。また、イベント頑張ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。それでは、じゃあ。お疲れ様です。はい、というわけで、寸胴屋に行ってきました。だいたいね、細麺なんですけど、今回は縮れ麺。初めて縮れ麺かな。はい、というわけで。まあ、岡山とそんなに変わらないんですけど、まあ、タッチパネル式ということで、まあ、日曜日を除いたら24時間営業ということですね。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。あ、でも冷えてきましたね。それではまた。今回は姫路発祥の背脂系濃厚豚骨ラーメン寸胴屋を紹介いたしました。2002年からの創業でラーメン屋での経験が全くないオーナーがここまで作り上げたラーメン。さらにあっさりからこってり味までニーズに合わせてます。今回は東心斎橋の店舗ということで金箔入りの限定ラーメンがありました。というわけで今日はこの辺で。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。